ヒド・ターコルーは、トルコの元プロバスケットボール選手。マルマラ地方イスタンブール県イスタンブール出身。ポジションは、スモールフォワード、パワーフォワード。身長208センチメートル、体重100キログラム。NBA のオーランドマジックなど7チームで15、シーズンにわたって活躍した。ユーゴスラビアからの移民の子として生まれたターコルーは、10歳の、 頃にバスケットを始めるとすぐに頭角を表し、中学校と高校でチームを全国大会優勝に導いた。1997年にはプロリーグのエフェスピルセンと契約し、18歳でプロデビューを果たした。同チームでは4シーズンプレーし、8.3得点3.9リバウンド、スリーポイントシュート成功率は40.9%を記録した。 2000年のユーロリーグではチームをベスト4に導く働きをし、トーナメントベスト5にトルコ人としては歴代最年少で選ばれた。2008年 VS ウィザーズ戦にて NBA 入りを決意したターコルーは2000年の NBA ドラフトにエントリーし、トルコ人歴代最高位である一順目16位指名を受けてでサクラメントキングスに入団した。 ルーキーイヤーとなった2000から01シーズンは74試合に出場平均5.3得点の成績でオールルーキーセカンドチームに選ばれた01から02シーズンには大きく成績を伸ばし10.1得点に4.5リバウンドの成績を残すこのシーズンリーグ1位の勝率を収めたキングスをベンチから支えたことが評価され NBA6 万賞の候補にも選ばれた しかし翌シーズンには怪我と体調不良に苦しんで成績を落とし、このオフに3チームが絡んだトレードに組み込まれ、サイアントニオスパーズに移籍した、スパーズでもシックスマンとしてプレーし、スリーポイントシュート成功率は41.9%を記録した。また、シーズン後半にはマヌジノビリに代わって先発に昇格し、44試合で先発出場を果たした。 オーランドマジック03から04シーズン終了後、フリーエージェントとなったターコルーは、オーランドマジックと契約する。マジックでは、グラントヒルの控えとしてプレーし、これまでのキャリア平均を大きく上回る平均14.0得点を記録。翌シーズンには、ヒルの故障に伴い先発に昇格し、14.9得点に4.3リバウンド、スリーポイント成功率は40.3%を、 記録した。当時低迷期に入っていたマジックだが、2004年の NBA ドラフ、ターコルーはこのオフにチームを去ったヒルの代わりに、不動の先発 SF に定着し、新たに獲得したラシャードレイスと共に、ツインシューターとして、オフェンスの中心を担うことになった。そして07から08シーズンは、ターコルーにとってもチームにとっても、大きな飛躍の年となった。マジックは12シーズンぶりに、 地区優勝を果たしたが、ターコルーは、大黒柱のハワードに勝るとも劣らない活躍を、見せた。勝負を決する第4クォーターで、チームはハワードにでも、ルイスでもなく、ターコルーにボールを預け、ターコルーは、チームの期待に応えた。第4クォーターでの平均得点は、チームハイ、リーグ全体でも5位だった。個人成績も大きく上昇。19.5得点5.7リバウンド5.0アシスト。 スリーポイントシュート成功率40.0%の翌08から09シーズンには、ジャミー・アネルソンの成長もあってマジックはさらに勝率を伸ばし、59勝23敗を記録。絶好調のチームの一方、前年のミップターコルーは前期よりも成績を落とし、16.8得点4.8アシストだった。ターコルー自身はやや調子の崩したシーズンだったが、マジックは プレイオフも勝ち抜き、カンファレンス決勝では、クリーブランドキャバリアーズを破って、ついに NBA ファイナルに進出する。ファイナルでは、ロサンゼルスレイカーズと対決したが、1勝4敗の完敗に終わった。ミップ受賞に、ファイナル進出と、マジックで、キャリアの絶頂期を迎えつつあったターコルーだが、より高額の契約を望み、シーズン終了後に、 FA になったのを機会にマジックを去ることになった。一時は、ポートランドトレイルブレイザーズへの移籍が決まりかけたが、その後4チーム間のトレードによる、トロントラプターズへの移籍が決まった。2010年12月18日に3球団が絡むトレードにより、ジェイソン・ディチャードソン、R ・クラークと共に、ビンス・スカーター、ミカエル・ピートラス、マルチン・ウォルタットプラス2011年ドラフト1巡目。 指名権、現金との3対3のトレードにより、オーランドマジックへ移籍。ターコルー自身は、このトレードにより、約2年ぶりに、フルスのマジックに復帰となった。2013年2月に禁止薬物である、ステロイド剤のメテノロンに陽性となりニーズ試合の出場停止処分を受けた。2015年11月13日、引退を表明した、2001年バスケットボール男子欧州選手権では、 トルコ男子代表として平均15.5得点を記録し銀メダルを獲得した。2009年にはポーランドで開催された2009年バスケットボール男子欧州選手権で8位。翌年、自国で開催された2010年バスケットボール世界選手権では米国に敗れたものの平均12.3得点、4.2リバウンド、3.4アシストを記録し銀メダルを獲得した。 2011年、2013年も欧州選手権に出場し、2014年3月に代表を引退した、笑顔でクラッチシュートを決める、勝負強さを兼ね備えた超新シューター。大変に器用な選手で、ボールハンドリングも優れ、ゲームメイクにも長けており、ポイントフォワードとしてチームの指揮を取りながらも、持ち前の勝負強さで、積極的にゴールを狙う。 決して運動能力のある選手ではないが、独特のリズムによるペネトレートも得意とし、長身を生かしてパワーフォワードとしてもプレイできる。自分がボールを持つことで才能を発揮する選手のため、自身がゲームメイクをしないと調子が出ないという指摘もある。ありがとうございます。